スズメ踊り、スズメ踊りとは、19世紀頃に流行したと言われる薬庫踊りの一種で、八つ小族に傘をかぶり、シャミと歌に合わせ、スズメの動作を真似た踊りである。かつしか北斎が、北斎漫画、スズメ踊りまた、宮城県仙台市の仙台青葉祭りで踊られている。踊りも、スズメ踊りと名付けられている。こちらの踊りは、即興的要素が強いのが特徴である。 和歌山県五房市の小竹八万宮の秋霊大祭で10月に奉納されている。法永年間に経より、指導者を招き神に、五国法上を感謝するために、稲が実るまでの農作業を踊りにしたものと伝えられ、和歌山県無形民族文化財にも指定されている。1603年の仙台上落成の時に踊られたとされる伝承をもとに、1985年から、 仙台市が主催して始まった仙台青葉祭りにおいて現代的に創作された踊り仙台市の様々な観光イベントで踊られている複数の踊りの種類があるが伝統的なものよりも現代的なものの方が市民に浸透しスズメ踊りといえば現代的なものの方特に新仙台スズメ踊りの羽スズメを各自アレンジしたものを指すようになった仙台市には市が 主催者の一つである仙台、青葉祭りと市民ボランティアで構成される実行委員会が主催の道のくよさこい祭りの二つの大きな踊り中心の祭りがあるが、市が主催する観光イベント等で披露されるのはこの踊りである。現在は、新、仙台め踊りの羽ずめを各々の祭り綱が踊り、音楽をアレンジしたものが主流となっている。現在、仙台、 青葉祭りでは、新、仙台メ踊りを、仙台メ踊りと呼んでいる。また、上記4種類のメ踊りのうち、羽ズメにクラシックバレエやモダンダンスの要素を取り込んだものが、一般に、メ踊りと言われているものだとするのが、一般的な見方である。笛、鐘、大太鼓、小太鼓などの二拍子の伴奏に乗って踊る。基本の動きは、 中腰でやや前鏡の姿勢で、両手には扇子を持ち体の前で八の字の形を描くように振り、足は二拍子に合わせて交差させるステップである。もともと即興の踊りであったことから、基本の動き以外は自由であり、祭り連ごとに、それぞれの個性ある踊りが行われている。衣装は、恋口シャツの上に、腹掛け、発揮、下半身はも引きで、足は足袋、または、セッタが、 一般的である。祭り連とは、一つの踊りのグループのこと。祭り連は踊り方とお囃し方によって構成され、人数には特別決まりはなく、10人未満のものから100人を超えるものまで様々である。これらの祭り連によって、仙台メ踊り連盟が構成されているが、すべての祭り綱が加入しているというわけではない。仙台城の石垣の石膏として、仙州、 堺から仙台に来ていた職人たちが、1603年の仙台城移りと式の祝いの席において、浮かれて羽踊った踊りが元になっているという。伊達政宗の前で、堺石膏4人が踊ったとする記述がなされる場合も、ある。しかし、実際には、伊達政宗の前で踊られたことを示した文書は一切、存在せず、おそらく後世の創作と思われる。その後、石膏集は、 仙台城下町の石切町、一にそのまま住み続けることになり、即興であった、この踊りを、は、猫踊りと呼んで伝承していった。成長スズメ踊りは、大崎八幡宮や石切町内の瀬田谷不動村の祭礼に奉納されていたが、戦後混乱期以降は伝承者が次第に減少した。1961年11月5日、途絶えていた踊りを、 石切町が学区内にあたる仙台市立第一中学校の真山康志校長が石切町の住民の記憶をもとに都市体操の動きも加えた形で復元して仙台スズメ踊りと名付けられた1963年9月7日には同校にスズメ踊り保存会が結成され女子生徒が体育の授業で仙台スズメ踊りを学びだけ正宗に関する諸行事 地区の行事、同校の文化祭等で踊るようになった。スズメ踊りの名称の語源について、踊る姿が餌をついばむスズメに似ていることからとか、伊達家の家紋の一つ、竹に、スズメに、スズメが描かれていることから名付けられたなどの説は、この頃に新たに作られたものと考えられる。1985年に第1回仙台青葉祭りが開催されると、同校の生徒が参加して、 スズメ踊りを披露し、翌年の第2回ではそれまで和踊りだったものをパレード形式に変更して披露した。仙台、青葉祭りの定前寺通り会場での新、仙台スズメ踊りの様子1987年の第3回仙台、青葉祭りでは、成長スズメ踊り伝承者の石膏、黒田虎雄の指導のもと仙台、青葉祭り協賛会が作曲家の坂木原幸雄や 舞踊家に依頼して、伝統芸能の枠を取り払って現代風の踊りとして作り直した、新、仙台スズメ踊りを創作した。新、仙台スズメ踊りは、成長スズメ踊りでは一本のセンスで踊られていた、ものを二本のセンスを両手に持ち自由に跳ねながら踊る、跳ねズめと優雅に舞う、舞ズめの二つが考案された。林についても、成長スズメ踊りよりテンポを速くし、 楽器に金を加えた。翌1988年の第4回仙台青葉祭りでは新仙台すずめ踊りコンテストも開催された。この時は17組約300人の参加であったが、その後年々参加する祭り連や踊り手が増加し、仙台青葉祭り以外でも踊られるようになった。1990年代にはコンテスト優勝祭連などが 徳島阿波踊りに派遣されるようになり、1970年に観光姉妹都市を締結をして以来、仙台七夕祭りと徳島阿波踊りとの間で行われていた交流に変化をもたらした。2003年には仙台青葉祭りとは別に夏祭り仙台鈴踊りが西公園で始まった。宮城の通りの完成に伴い、翌年から宮城の通りを会場に7月下旬に、 開催されている。また、同2003年の道の区よさこい祭りに参加した、大阪府堺市のよさこいチームが、そこで踊られていたスズメ踊りを見、堺とのつながりを知って、堺でのスズメ踊りの普及に尽力するようになり、2005年には、堺石膏州の故郷である、堺市に約400年ぶりに、里帰りして、仙台の祭り繋がスズメ踊りを披露した。以後、 堺市にも祭り綱が複数生まれ、仙台の祭り綱が堺祭りに、堺の祭り綱が仙台、青葉祭りに参加するなど、漁師のスズメ踊り愛好者の間の交流が始まった。2006年には、ドントロード、八幡スズメ踊りフェスタが国道48号の八幡町地区で始まった。2001年のヤワ町共同高校時の完成に、伴い国道48号のヤワ町区間を、 大崎八幡宮のドンと祭りにちなんで、ドンとロードと名付け、ドンとロード八万フェスタが毎年開催されていたが、八幡町地区の石切町で、成長スズメ踊りが伝承されてきたことにちなんで、スズメ踊りを同フェスタで、同時開催するようになった。スズメ踊りが、祭りの中心の一つ他の祭りへの参加。ありがとうございます。